よろしくお願いします。みんなダンスが好きな有志で集まって踊ってもらってます。 B ユースっていう名前なので、また後ほどですね、ぜひ来てほしいと、違うステージに上がるので、またその時は応援よろしくお願いします。ありがとうございます。こちらランドマークのバンドっていうのはデンジャーズクラブの中ではちょっと異色と言われている歌バンドということで、今日はですね5曲ほど演奏をさせていただこうと思います。この名前の由来はですね、ボスが決めたので私はちょっとわからないんですけれども、この今日歌う歌の中にですね歌詞が出てくる歌がありますので、気づいていただけたら嬉しいなと思います。では次はですね、高橋真理子さんのグランパという曲をお送りしたいと思います。
ございます。皆さんから見えちゃいますかね、私実は汗かきでですね、すごい汗かいちゃってるかもしれないんですけれども、お見苦しくてごめんなさい、許してください。あ、ちょっと待ってくださいね、ベルトが取れました。決してこれは仕掛けではありません、ちょっと待ってくださいね。もう一曲ですね、高橋真理子さんのナンバーをお届けしたいと思います。ラストメールご存知でしょうか。はい、では歌詞に注目してお聴きください。
実は10年ほど前ですね、山梨市で NHK ののど自慢大会があったと思うんですけれども、氷川きよしさんとか瀬川英子さんとかいらっしゃった時って、皆さん覚えてらっしゃいますでしょうか。その時ですね、私甲斐市に住んでるんですけれども、どうしてもですねステージで歌いたくて応募したんですね。で通ったんですよ。 で、氷川きよし君、生氷川きよし君と瀬川英子さんと、拝見したんですけれども、その時にですね、歌ったのが山本リンダさんの「どうにも止まらない」という曲でですね<笑>お分かりになると思うんですけど、歌が上手く出たよりは、踊って歌うから出たみたいな感じで出させていただいたんですね。 でもその時っていうのは、1曲も歌えない途中で鐘が2個だったんですけど、ポンポンって鳴りまして<笑>ほんの何分かしか出れなかったんですが、今日はね、このステージでこんな全部で5曲も歌わせていただくことができて、とても嬉しいです。ありがとうございます。ちゃんと欲しいところで温かい拍手ありがとうございます。 では次はですね、サザンオールスターズのホテルパシフィックという曲で、またダンサーズと一緒にお送りします。 Yeah.
大変お名残惜しいんですが最後の曲になります。私だけですかね、お名残惜しいのね、みんな、うん、みんな、いてくださいあさこちゃん、はなこちゃん。最後の曲はですね、大黒摩季さんのラララということで、ダンサーズと一緒にみんなでさようなららーとしたいと思いますので、ラララーのところは皆さんよかったら手を振ってください。 OK ですか。はい、では最後の曲お送りいたします。Thank you.